ロンダ・ラウジー、ロンダ・ラウジー、ロンダ・ラウシー、1987年2月1日体は、アメリカ合衆国のプロレスラー、元総合格闘家、21世紀初頭に活躍した、柔道家、女優。カリフォルニア州、リバーサイド出身。初代ユフック世界女子バンタム級王者、2015年11月14日。第四代ストライクフォース女子バンタム級王者、在位中に、 大座廃止。チームハヤスタン、グレンデールファイトクラブ所属。北京オリンピック柔道 70kg 級、銅メダリスト。アメリカの女子柔道史上初のオリンピックメダリスト。母親のアンマリア・ラウジー・デ・マルスも柔道家で、1984年の世界選手権 56kg 級で優勝している。夫は総合格闘家のトラビス・ブラウン。 へそのが巻きついて生まれてきた影響で、6歳頃までは言いたいことがうまく、言葉にできない言語障害があったが、言語聴覚士との訓練で障害を克服した。8歳の時には、父親が反り滑りの事故で背骨を骨折、合併症を引き起こして、余命宣告を受けた後に自殺している。8歳までは水泳をやっていたが、父親が亡くなったのをきっかけに柔道に転校した。 16歳の時に、ジム・ペドロシニアとネギ氏ジミー・ペドロの柔道家親子に出会い、途中に別のコーチに変更することもあったが2003年から2009年まで指導を受けた。ロンドンオリンピックの柔道 78kg 級金メダリストのケイラ・ハリソンは、ラウジーの後輩で、同じペドロ文下生として、普段の練習は、もちろんのこと、ペドロの自宅に住み込みで、 厳しい合宿を行うなど切れたくました練習仲間でもある。2004年8月に1 7歳でアテネ五輪に 63kg 級で出場し1回戦で敗退したが10月に開催された世界ジュニア柔道選手権に 63kg 級で出場し金メダルを獲得した。2006年世界ジュニア柔道選手権6 3ラム級に 出場し、銅メダルを獲得した。2007年、階級を 70kg 級に上げ、世界柔道選手権で、銀メダル、パンアメリカン競技大会で、金メダルを獲得した。2008年、北京オリンピックの 70kg 級に出場。準々決勝で、オランダのエディス・ボッシュに敗れたが、敗者復活戦を勝ち上がり、銅メダルを獲得、アメリカの女子柔道選手で、 初のオリンピック目指すとになった。柔道関係者からは2012年のロンドンオリンピックで金メダル獲得を期待されていたが、ラウジー自身は出実合見で反復的な柔道生活に飽きていたため、オリンピック直後のインタビューで1年ほど休養をとってローンを組んでサーフィンやドライブなどやってみたいことを楽しみ、柔道一筋だった日々の埋め合わせをしてから、 大学進学などを考えと述べた。同じインタビューで、総合格闘技転校について、わからないわ。総合格闘技のコーチの知り合いがいて、パンチの打ち方を練習してから試合に出てみないかと、誘われているの。だからパンチの練習をやってみるかもしれないけど何も、決まっていないわとしていた。その後は、バーテンダーとカクテルウェイトレスとして3軒の店を、掛け持ちで忙しく働きながら、 しばらく普通の生活を送った。2009年、谷本歩美の紹介で小松に1年間柔道を留学する契約を結び、1年ぶりに柔道に復帰をして、ペドロの道場で2ヶ月間練習した後に、ハリソンやペドロと共に、日本へ渡たった。日本で大歓迎で迎えられるが、わずか4日後に、ラウジーは自分にとって必要なことではないと、小松側に相談もせずに、 アメリカへ帰国してしまう。残っていたメンバーも居づらくなり6週間後に帰国している。帰国後、母親に総合格闘家になる夢を打ち明け、最初はとんでもないと言われてしまうが、説得をして1年間は見守ってくれるよう了解を得て、晴れて総合格闘家へ転校した。世界選手権金メダリストである母親は、経験を生かしラウジーに柔道に関して様々な アドバイスを送ったが、ラウジーのコーチを立て、出過ぎたことはせず常に2番手以下に徹した。ラウジーはこのことについて、彼女がそうしてくれて嬉しかったわ。私にはママが本当に必要だったのよ。トレーニングの不満をママにぶつけることができたわ。それに、たまにコーチが嫌いになることもあるでしょう。ママのことは嫌いになりたくなかったからねと述べている。ラウジーが11歳の時、 柔道の練習中に親指を骨折して泣き出したところ母親に練習が終わるまで柔道場を走らされたことがあった。ラウジーはその時はひどい母親だと思ったが後で怪我をしても戦わなければいけない時があるの。そしてあなたはそれができる才能があるってことを知る必要があったのと言われたエピードがある。ロンダは負けず嫌いなの。たとえ相手がずっと大きくても ずっと強くても彼女は切り抜ける方法を探し出そうとするの。ロンダが十三歳の時に道場に練習に来た四十歳代の全日本チャンピオンと対戦したわ。彼はロンダを投げ飛ばしたの。ロンダは帰り道でずっと泣いていたわ。そしてこう言ったの。ママ、彼を投げることができなかった。どうやっても投げることができなかった。彼女はこうは考えなかったみたいね。相手は。 体格が2倍以上も大きい全日本チャンピオン。だけど私は13歳の柔道初心者。彼女は私は彼をやっつけることができると考えていたのよ。とラジーが幼少の頃から負けん気の強さを発揮していたエピソードを語っている。2010年8月6日に開催されたコンバットファイトリーグでアマチュア総合格闘技デビューを果たし、 1R23 秒腕必死に十字固めで勝利した。その後、アマチュアで2戦し、いずれも勝利している。2011年3月27日、キング・オブ・ザ・ケージでプロデビュー。2012年3月3日の女子バンタム級タイトルマッチでミーシャ・テートに挑戦し、腕必死に十字固めで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。この試合で、 ESPN のサブミッションオブザイヤーを受賞した。2012年8月8日、それまでユフックの女子部門設立に否定的だった、ユフック代表ダナホワイトが、ショータイムのロンダラウジー特別番組の中で、もし次の10年の間に、ユフックに上がる女子選手がいるとすば、それは多分ロンダラウジーになるんだろうなと発言した。2012年8月18日の、 女子バンタム級タイトルマッチで、サラ・カフマンと対戦し、腕ひしに十字固めで一本価値を収め初防衛に成功した。2012年11月、ユフックと契約、ユフック初の女子選手となった。2012年12月6日、ストライクフォス女子バンタム級廃止に伴い、ユフックに移籍。そのまま、初代ユフック世界女子バンタム級王座に認定された。 2013年2月23日、ユフック初参戦となったユフック157で、リズカムーシェとユフック史上初の女子の試合として、ユフック女子世界バンタム級タイトルマッチを行い、1アールに腕ひしぎ十字固めで勝利し、王座の初防衛に成功。この試合は、ペーパービューを約50万件販売して、女子選手がメインイベントを務めた格闘技の試合として、 最高記録を樹立した。これまでの最高記録は、ボクシングのレーラーリ隊、ジャッキー・フレイジャー・ライドの12万5千件であったが、大幅にこれを更新した。2013年12月28日、UFC168 で、女子バンタム級ランキング2位のミーシャテイトと再戦。再三テイクダウンを奪い、3R に腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収め二度目の、王座防衛に成功したが、 試合直後のテ都からの握手を拒否し観客からブーイングを浴びた。2014年2月22日、UFC170 でレスリング、逸話銀メダリストで、女子バンタム級ランキング4位のサラマクマンと対戦し、首相撲からの膝蹴りで一キコ勝ちを収め、3度目の王座防衛に成功。また、自身のキャリアにおいて腕ひしぎ十字型め以外での初めての決まり手となった。 2014年7月5日、u フック1 7 5で、女子バンタム級ランキング2位のアレクシス・デイビスと対戦し、開始16秒で KO 勝ちを収め4度目の、大座防衛に成功。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年7月16日、SP 賞の最優秀女子選手賞を受賞した。最優秀女子選手賞を格闘家が受賞するのは、ラウジーが、 史上初。2014年12月16日、リーボックとスポンサー契約を結んだ。2015年2月28日、UFC184 で、女子バンタム級1位のキャットジンガーノと対戦し、開始14秒で、ストレートアームバーを極めて一本勝ちを収め5度目の、大座防衛に成功。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。 ユーフック最短防衛記録更新となった14秒での決着について、ジンガノはスロースターターと言われていたので、逆のことを仕掛けてくる。試合開始直後の飛び膝蹴りのは想定していたわ。最後のストレートアームバーは、長年の柔道の経験で本能のまま、体が自然に動いたとしか言いようがないわね。と、ナウジーは試合後に述べている。2015年5月12日。 スポーツイラストレーテッドの表紙を、ロンダラウジーは、世界で最も優秀なアスリートの見出しと共に飾った。女子格闘家が表紙に起用されるのは、プロボクサーのクリスティマーチン以来二人目とのこと。2015年7月15日、ESPN 主催のスポーツ界のアカデミー賞と、いわれる SP 賞で、セリーナ・ウィリアムズラを抑えて最優秀女子選手賞を2年連続で受賞。さらに、 世紀の一戦を制したばかりのフロイド・メインウェザー・ジュニアや、ゲンナ・ジー・ゴロフキン、ドナルド・セラーにラの男子ファイターを抑えて最優秀ファイター賞も受賞した。総合格闘家の最優秀ファイター賞受賞は男女を通じて、ラウジーが史上初の受賞者となった。2015年8月1日、ユフック1 9 0で女子バンタム級5位のベチコヘアと対戦し、 開始34秒で KO 勝ちで6度目の大座防衛に成功。3戦連続で開始1分以内の勝利となった。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年8月21日、ABC の朝の看板情報番組、グッドモーニングアメリカにゲスト出演し、UFC195 で行う7度目の防衛戦の相手がホリーホルムに決定したことを発表した。 2015年8月28日、ユフック1 9 3で予定されていた、ロビーローラーとカーロス・コンディットのユフック、世界ウェルター級タイトルマッチが、ローラーの親指の負傷により、ユフック1 9 5に延期。その影響により、ユフック1 9 5で予定されていた、ラウジーの防衛戦が、ユフック1 9 3に移動した。2015年10月7日、 ESPN のスポーツ情報番組、スポーツセンターの司会を務めた。同番組で女子アスリートが司会を務めたのは、ラウジーが史上初。2015年11月、総合格闘家として初めてボクシング雑誌、リングマガジンの表紙に起用された。ボクシング6回級性派王者のオスカー・デラ・ホーヤは、ロンダがボクサーになる準備ができたには、 我々ゴールデンボーイプロモーションズは諸手を挙げて歓迎すると彼女に話してあるんだ。記録を破壊するよ。ロンダーのボクシング初試合はペーパービューが400万件は売れるだうねとコメントした。2015年11月14日、ユフック193で女子バンタム級7位のホリー・ホルムと対戦。2R にホルムの左ハイキックからパウンドを浴び、KO 負け。 キャリア初の敗北を喫した。これにより、計6回防衛、約3年間保持していたベルトを失った。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞し、会場となった、ドックランズ・スタジアムに56,214人を動員して、U-F ックの観客動員記録を更新した。2016年1月23日、サタゲー・ナイト・ライブにホストとして出演。同番組でホストを務めることは、 セリブのステータスとされているが、番組41年間の歴史の中で、男子アスリートがホストを務めたとは、数多いものの、女子アスリートは少なく、ラウジーで3人目となった。2016年2月16日、トーク番組のエレンの部屋にゲスト出演した際、ホルムに乾杯した後に自殺が頭をよぎったことを告白した。2016年3月、 スポーツイラストレーテッドの水着特集号で表紙を飾る。2016年4月、タイム氏の2016年版、世界で最も影響力のある100人に選出される。2016年12月30日、1年1、カ月ぶりの復帰戦。ラスベガスティーモバイルアリーナにおいて開催された、ユフック2 0 7のユフック世界女子バンタム級、タイトルマッチで王者のアマンダ・ヌネスに挑戦。 開始早々からヌネスの強烈なパンチを浴び続け最後は暴率になったところでレフェリーが試合をストップし 1R48 秒 TKO 負けを喫した。敗れはしたが本試合で女子選手としてはフック歴代最高のファイトマネー300万ドルと PPV ボーナスを獲得した。2018年1月28日プロレス団体の w WE のイベント ロイヤルランブルに登場。大会終了後、WWE との契約を交わしたことを発表。2月25日、イルミネーションチェンバー2018にて、番組のブランドである RAW に所属することが決定。しかし、契約書に署名しようとしたところに、COO のトリプル H とコミッショナーのステファニーママホンの夫婦にそそのかされ、対立することになった。4月8日、 デッセルメイニア34にてカートアングルと組んでトリプル H& ステファニー・マックマホンとミックスドタッグマッチでデビュー戦を行う。ステファニーに対して圧倒。中盤にはトリプル H にパンチの連打から持ち上げてファイヤーマンズキャリーの体勢になるなど見せ場を作り、最後にステファニーにアームバーを極めてギブアップを勝利した。6月17日。 マネー・イン・ザ・バンク2018にて、WWE ロー女子王座を保持するナイア・ジャックスに挑戦。しかし先に行われた、マネー・イン・ザ・バンク、ラダーマッチを制したアレク・ブリスからブリーフケースで、襲撃され、ベルトをダッシュするに至らなかった。同月18日、RAW にて、アレクサ・サブリスとカート・アングル GM を襲撃。これを受けて30日間の出場停止を命じられる。 7月15日、エクストリームルールズ2018にて、暴走で1週間の出場停止を受ける。8月6日、RAW にて、出場停止処分から解禁。アリシア・フォックスと対戦。セコンドであるアレクサ・ブリスの介入に苦しめられるが、ナタリアの助力を得て、最後にアームバーを、極めて勝利した。同月19日、サマースラム2018にて、 WWE ロー女子王座を保持するアレクサブリスに、ナタリアをセコンドに従えて挑戦。序盤より逃げ回るアレクサに圧倒し、最後はアームバーを極めて勝利。ベルトをダッシュした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。